どうも、横浜がさらの藤森です。今日はですね、非常に、私の誤解書でも見ていて、間違いやすい、無理手っていうんですかね、まあ本人も無理と分かってなくてやってるパターンが非常に多いんですけども、その手をどうやって撃退していくかっていうのを見ていきたいと思います。まあ、こういった局面で、かかって挟んで三々入る、これも非常にね、よくできる進行なんですけども、この時に、まあ、定石は伸びる手が、定石なんですね。ただここで、まあ、知らなくてこう跳ねてしまう方かなり多いんですよ。でこれが実はちょっと無理な手なんですね。なのでこの手に対してどうやって打っていくかっていうのを今日やっていきたいと思います。これ実は、まあ、2つね紹介したい手がありまして、まあ、どちらをやるかね、実は非常に難しい。私も今悩んでまして、まあ、一つは確実に、まあ、AI の評価値で言うと、だいたい 10% ぐらい確実に得できるよっていう方法。まあ、これは確実ですね。で、もう一つが、おそらくこう打つと、ほぼほぼ、まあ、30% 近く得できるんじゃないかなと。ただ、多少のリスクというか、まあ、回避する方法がありということなんですね。ではまず安全確実な方からやっていきたいと思います。でまず前提条件として、跳ねられた時にこれね、なんとなく定石っぽいですよね。1と2がなければ2目の頭を跳ねるということで、この手もちろんすごくいい手なんです。ですけども今1の石があるので、実はこの打ち方ってちょっと薄いんですね。なのでここで隙ついていきたいんです。だからここでこんな風に、なんとなく見たことあるような形でね、こんな風にやってしまうと、まあものすごく黒が悪いっていうわけではないんですけど、ただやはり、少しね、やや黒が不満かなと、せっかくのチャンスを、ちょっと棒に振ってしまったかなというような印象なんですね。なのでここでですね、この手の撃退方法のまず王道パターンはこちらですね。跳ねて、これに対してやっぱ簡単につなげさせたくないですから、こう来て、つないで、まあ相手は分断していきますね。でこの時にいい手があるんですね。この時に跳ねてしまうとさっきと同じです。ですがここで実はこういうね、挟みつけと、これがすごくいい手です。ザ・手筋という感じの手ですね。はい、これに対して例えばそうですね、白は、まあ、繋いでくれればこう打っといて、これですでに AI の評価値としては 10% ほど黒が良くなるよということなんですね。この6の石、6と13の交換は打たない方がいいですからね。はい、なのでこの時に白としては、まあ、普通はこう行きたくなると思うんです。やっぱ分断したい、こんな挟みつけてね、ちょっと石が離れてますから分断をしたいよと、12と来ると思うんですね。ただこの時に逆に切っていっちゃいます。これでね結構白困るんですね。例えば白としてはこの2個取られてしまってはダメですから、例えばこうやって、まあ、1目取ったとしましょう。ですけどもこれはこのように打っといて、1目は取られてしまうんですけども、こちらの4目取れましたね。さらにまあ2の石もかなり弱いですから、これは黒が大満足と言っていいと思いますですね。では例えばじゃあ白がこちらの4個を守りたいからって言ってこんな風に、来るとですね、これはこのように打ってて、でこれがですねかなり困ったことに、こちらの2個もね弱い状態ですよね。なのでこのように逃げてくるかもしれないですね。はい、このように来ましたら、まあ、これは一度押さえておいて、で次にここの一線で当たりと当たられると非常に嫌な格好ですから、まあ、これはなるべくこうね、遮りたいですね。でそれから押さえまして、で白はこれ逃げようと思っても逃げれませんから、白としては切ってくるよりないですね。まあ、それから曲がっておいて、これで白は、例えばこちらの石を逃げると当たりと、これで、この石はこうね、シチョウで取ることができますね。まあ、最後バーンといって取ることができます。はい、ですので白はこちらを打ってくれば当たりとしておいて、まあ、今度はこちらの石を、取ることができるよということになります。はい、これも黒が大成功ですね。なので結構白困ったんですね。なので白は当たり打ってしまうと、まあ、非常にまずいですから、まあ筋としては黙ってこんな風に出る方がいいかもわからないですね。はい、ですけどもこれも、まあ、こちらに沿う手が非常にいい手になりまして、これに対してまた渡らせたくないよとくれば伸びて、
て跳ねてきてもこう、はい、これでやはり2目、ごめんなさい、2手しかないですから、例えばこんな風に来ても先に当たりとして取ることができますね。はい、ですので、まあ、当ててくれば一度はまあつなぎます。で例えば、どうしますかね、これ結構困ってるんですけども、まあ、例えばこんな風に来ましたら、まあ、1回当たりを打ちまして、うん、そうですね、ここまあ当たりして渡ることができれば、例えばこんな風に打っておいて、もうかけちゃいますか。これで困ってますね、白ね。はい、こう来てもこうやって、はい、下駄みたいな形で取れますね。でこちら出てきても押さえて跳ね出してきたら切っちゃう、これも取ることができますね。はい、なのでそうですね、この形は15のこの、手が非常にいい手で、これもやはり困ってしまいます。ということで、まあ、結論から言うと11に対してこう出ることはできないんですね。なので白はつなぐぐらいですから、ここで渡っておいて、はい、この形っていうのが、大体黒の評価値が 10% ぐらい上がりますんで、まあ、白6、この跳ねる手ですね、最初の跳ねるこの無理手をとがめることができたよということですね。これ定石ですとこういう形なんです。さっきの手と似てるんですけど、こうですよね、定石はこういう形なんです。でさっき黒が 10% いいよって言った形はここを出てしまってる形なんです。この出一本が実はものすごい悪手なんですね。まあこれ先手だからって言って別にそんな悪くないよと思ってしまう方もいるかもしれないんですけども、これってやっぱり例えば後で白がこういうとこに来ますよね。でこういうとこに来た時に、まあ、何か黒が他を打った時にこちらに覗く手をなくしてしまっているので、これがね結構やっぱり痛いんですね。うん、でこうなつげばこうやって渡って、まあ、地をちょっと稼ぎつつ黒の目もまだ少しね脅かしたりと、そういった手も残りますし、もちろん何かコウが起きた時コウ材にこれを打つこともできますからね。はい、あとはまあ何か、つけるような手とかをね場合によっては出てくるかもしれないので、なのでねこれ出を打ってしまうというのは実はかなり悪いんですね。はい、ですので、先ほどの図で十分満足ですよということで、まあここまででですね、この打ち方で、まあ、この講座終わってもいいんですね。はい、これで十分無理手を撃退したよということでいいんですけども、ただ、もう一つねご紹介したい手がありまして、まあ、昔の本なんかにも載ってたんですけども、ここに下がる手が、これももう一つの一応撃退方法なんですね。ただしこれ要注意でして、白はまあ普通はですよ、普通はこの6と、まあ、ちょっと知らずに打ってしまった方はですね、ここ1と7の石をやっぱ切りたいんでこう来るはずなんです。こう来ればですね切っておいて、これで黒が非常に戦いやすい形になります。なんでかと言いますと、この6の石あとはこちらの3つの石両方が弱いので、白としてはかなり困ってます。例えば逃げるとこちら1個逃げると跳ねて、でつけましてもこれ割り込んでおいて、これでこちら入れませんね、入ったら取られちゃいます。なので下から渡ろうとしても当たりしてつないで当たり逃げる当たりでこれで取ることできますね。はい、なので、結構切られるとですね3つと1個両方弱いんです。もちろんこちらの3つを逃げてくればこう打ってね、こんな風に打っておいて、はい、逃げてもこうやってこれで3つの石取れますよね。なのでこれで黒が大いに良くなるわけですよ。はい、もうこれは、黒がはっきりといい形なんですけど、ただ実はこの時につながれると渡っといて、これはね言うほど黒がすごくいいわけじゃないです。まあ五分に近い形ですね。はい、ですのでまあ、繋がれてしまうと五分になっちゃうんです。ですけどね、正直言います、私の経験上ですね、まあ、大体この6と打ってしまうのは、まあ、私のイメージは5級から1級ぐらいの方ですかね、の方に非常に多いんですね。まあ、部分的に定石っぽいんでね、2目の頭跳ねて強そうなんですけど、まあ、ただ1と2の交換があるときは無理なんです、はい、でそういった方はこれ知らないで打ってると思うんで、やっぱ強気でね跳ねた以上はさらに強気で分断してくると思います。はい、これなのでそのような方だと切って OK なんですね。ただつながれちゃうと別にこれ黒良くないんで、正直言うと7がだからそういう意味ではおすすめってはっきり言えないところはあるんですけども、はい、
ですけども、まあ、実戦においては大丈夫かなっていうところですね。はい、ただ確実に得をしたい方、ね、10% でいいから確実に得をしたいって方は跳ねついでこうですね。はい、まあ、特に有段者、例えば5段ぐらいの人でこの6打ってくるっていうのは相当怪しいですね。普通の定石知らないわけないんで、んなんか怪しいなと、多分下がってきた時にこう繋いでね、ちょっと技を用意してるのかなと、それはなんとなく勘ぐって、そういう人にはですね、しっかりこうやって跳ねついで確実に得をしに行くというのがおすすめですね。ということで、まあ、AI が示す最善っていうのは跳ねついでこの挟みつけなんです。ですけども、まあ、実戦においてはこの下がって切る手もかなりおすすめですよっていう私の案ですね。はい、なので、まあ、皆さんは2つの、この今ね対策を覚えましたから、ちょっとまあ相手の顔色でも見ながらですね、決めていただければいいのかななんていうふうに思います。はい、ということで、まあ、実戦においてかなりできやすいこの6の無理手を皆さんね、打たれた場合にはぜひしっかりと的確に撃退していただければいいかなというふうに思います。はい、ということで今回は、無理手撃退シリーズですね、3歳に入った時に跳ねられたらどうするかということでやっていきました。はい、では引き続きまた明日もやっていきましょう。今日も皆さんご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録もね、ぜひともよろしくお願いいたします。いつもありがとうございます。